どうも、しるびです。あ、どうも、しるびです。始まっちゃいました。ホーくん第5回、実況プレイでございます。人数が少ないのかな？今回は何モードだったっけな？なんとかモードです。なんとかモードってなんだ？要はドミネーションです。そっち行くの？これね、チーム、これひどいですよ。よくない。バウンティースイッチチーム、12押してるんですけどね。押してるんですけど、ならない。スイッチと、ああ、ちゃんとなりましたね。いや、オートも、ならないとおかしいっす。それよくない。あん、ねえ、そんなね、ハンディキャップモードはつまんないですからね。やってもやられても。どっかのゲームもずっとそんな感じでしたけども、それ良くないです。本当に。いいですね。結構削りましたよ。削ったけど、あれなんですかね、倒さなきゃいけないですからね。ナイス、ナイス味方。素晴らしいっすわ。ありがとう。横からの一撃があったからね。また抜けすぎ。抜けすぎですね。そんなことになりましたね。いや、それは良くないと思いますよ、本当に。だからね、抜けたりね、そういう、なんかアンフェアのことをやるやつには、で、ちゃんとね、で、なんていうんですかね、デスマッチじゃなくて、デメリットを上げないとですね、よくない、ダメですよ。やるやつはやるんですから、もうそれはもう痛いほど分かってるんで、残念ながら、それはルールでしっかりしなきゃいけない。で、LOLとかね、それにしっかりやってるわけですね。だから、まあ、そこで回復するんやろ、知っとるで。お前だけも倒す。ああ、倒せなかった。なぜだ、ラグいのか。ラグかった。後ろに行くの分かってたんですけどね、残念。やっぱスピードがあるやつは強いですね。ここスピードマップかもしれませんけども、まあそれでもね、ロケッターを育てたいっていう私のこの熱い思い、その熱い思いを、ドボーン、ふふー、ただしかし拠点は負けてるんでね、気づけなければいけない。拠点を取らなければいけない。あ、これ S3 いっちゃいます。減りすぎじゃないですかね。シールドを貼るというですね、こうなったらシールドを貼るぜ。オーバーヒートしてたんでね、仕方ないです。割とオーバーヒートしますね。ちょっとね、その辺管理しっかりしなきゃいけないですね。オッケーボス、ただ負けてるぜ。アーマードコード、また人が分かれてる感じですかね。素晴らしいですね。
2箇所取らないといけないんでね、ちょっちょ取って3に戻りましょう。1か。おシールドのランクが高いシールですね。私はシールド持ってないんでね、1の方がね頑張ってるはず。多分対戦してる。取られちゃいましたね。これまずいですね。まずいって何がまずいってバレバレ。それはやるぜ。よし、位置取り重要。いただき、よしよしよし、いいぞ。まだいるかな。全部取ってますね。ただ若干負けてますね。やばいやばい。回復しつつ、やっぱね高台重要ですね。今のは良かった。自我自賛いやいや、まあ高台は重要ですね。気づかれてなかったんでね。 S3 も取られてる。 S2 に行きましょうか。これ着信の時にブーストちょっと吹かしましょう。じゃないと着地でダメージ受けます。そんなね、お尻向けて逃げちゃダメよ。ダメダメ。おれい、打ち下ろし。いやー、やり合いでした。残念。打ち下ろしっていう、打ち下ろしミサイルっていいですね。割と分かってきましたよ、こいつが。ただステージ、あのね、ショットガンとかで近寄るときついっていうのが分かりました。やっぱね、その辺はね、得手不手がありますね。重装機体なんでね。味方があっちにいますね。ってことは敵がこっちが来そうな感じがしますけども、迎え撃ちましょうか。高台でここに砲台、今砲台を置きました。砲台を置きました。かよこちゃん、かよこちゃん。ね。砲台かよこちゃん。ミサイル最高やな。よいしょ。なんか敵が見えたよ。俺が前、あやべインプ食らった。オッケー、素晴らしいですね。いい感じでございます。ボリボリじゃないですか。ボリボリってなんだね、あそこに置いたのは結構役立ってましたね。敵を発見してくれるんでね、こうやって敵がいることを発見してくれるんで。
それ突っ込みすぎじゃないんか、大丈夫なんか。よいしょ、あいつはいただき。いただき、イッフー。いいですね。素晴らしいですよ。いい感じだ。取りました。ね、あの高台に置いとくとね、敵が来たのが、別に当たんなくてもいいんで、攻撃してると、あ、敵いるみたいな感じでね、スカウトに使えるんでね、いいですね。まだいますもんね。素晴らしい。ここをうまく使って。回復してるってこと、味方が回復してるってことは、そこは倒したってことですからね。OK。これね、ミサイルなんで、ロケッターなんでね、適当にある程度誘導してくるんですね。素晴らしいことに。ほら。だから、ロケットおすすめでございます。その代わり、鈍足でございますんで、うまく使いましょう。まあ、重装機械いいですね。素晴らしい。削る削る。おいおい、いただき。あ、アシストでございましたけど、まあいいです、いいです。よいしょ、抹殺しました。回復ありがとう。感謝する。感謝どうすんのか。感謝どうやってすればいいのかわからないけども。さあ、取りましたね。テクニシャンがいましたね。素晴らしい。いい試合じゃないですか。割といい試合でございます。てか、かなり。こういう芝居からだとね、これでシャ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 っていう感じですよね。意味がわからない、うん。こういう試合ばかりだと、どのゲームも、やっぱね、接戦は楽しいでございます。あ、かわせなかった。しっかり壊しましょう。痛い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 。 OK。 しっかりと回復。味方がちゃんといてくれてるの。おー、しかも回復してくれてる。ジャンプしてる。かわいい。味方にいると超たくましい、たくましいね、頼もしい。頼もしいですね。いい感じだ。素晴らしくいい感じだ。得点も微妙にね、離され。おっと、痛い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 。どこだ？ベロちゃん！ベロックス！よいしょー。やばい！ドーン。爆散。ベロテクニシャン超近づいて倒すんですね。確かに近づかれて厄介でした。あれはやられて嫌な感じでした。そんな傘当たりはどうでもいいのだ。モリっていきますからね。素晴らしい。ここで、ちゃんと根を張りますね。あ、いい感じですね。割といい感じでございます。これは、敵を発見してくれるね、スカウトですから。いいのか、その辺突っ込んできて。お前この、その、重火兵を知らんだろう。先読み先読み。
これ死んだでも知らない、3人行きましたからね。やばーす、やばーす、いい感じで先天、おー超飛んでるんですけど、そんな飛べんのか、すげえな。私にはそんなね、動けるデブだけどそんなに飛べません、さすがに。倒した倒してないクリアした、倒した、あクリア、勝った。いやー素晴らしい、いいですね、アチーメント、いろいろとラストエコピクトリーなんかいろいろとアンロックしております。いい感じですね、割とこのモード楽しいぞ。いや敵が来なきゃいけなくなるんでどうしても戦う、これがねチームデスマッチだと攻めなくていいんで、あのかなりね、膠着しちゃうんですね。それがこのモードは攻めなきゃいけない。やっぱゲームは攻めなきゃいけないモードを作るのが大事ですね。とか、熱く語りました。いい感じでございます。おお、すごいたくさんなんかいろいろもらいましたね。対戦時間がなんかあったって。ランク上がりましたね。ふんふんふん。おお、たくさん相手になりましたね。いや、素晴らしい。敵たくさん倒してて全部やってみたいなね。あ、敵がいなくなっちゃいました、恐れをなしたかっていう感じでですね、今回第5回目か4回目かの実況プレイをそろそろ終わりにしようかなと思っております。なかなか楽しいですね、割と楽しいです。ぜひぜひやってみてはいかがでしょうか。サバを選ぶときは USA にしましょう。日本だとほとんど人がいないので。あと、傾向として日本人は割と守ります。外国人は攻めます。なので、同じゲームをやるなら、環境が整うなら外国人とやった方が割と楽しかったり、人によるんですけどね、これはね。また攻める人は外国サバを選ぶことをおすすめします。そんなわけで、最後まで見ていただいて、どうもありがとうございました。CBでございました。